ちょうどええところに聞いてくれ。赤鬼のやつ、松陰さんの処刑を決めたそうじゃ。なら話は早いぜよ。こちらは松陰さんの妹のフミさんだよ。役人に処刑の件を匂わされたそうじゃ。兄を助けるため力を貸してください。このままだと兄は。暗室と知らせるわけにはいかんき、皆を集めて桂さんのもとで知恵を出し合おうち思うちょる。まずは新作とおまんの旦那さんに知らせんとの。あいつら最近は桂さんと離れて動いちょうき。草が源水のことじゃ。ふみさんは源水の奥さんでもあるぜよ。問題は新作じゃのう。まったくどこほっつき歩いちょるんじゃ。新作さんでしたらおそらくは中華街にいらっしゃるかと。私が探してまいりますので、坂本さんは主人をお願いします。ふみさん一人で大丈夫かのう。新作が面倒を見てる連中は血の気の多いやつばっかりじゃのに。お前、ふみさん追っかけて一緒に新作を探してやってくれんかい。わしは源水を呼びに行くき頼んだぜよ。ありがとうございます。あなたが来なければどうなっていたか。新作さんらしき人がこの先に出入りしていると聞き、確かめようとしたらいきなり囲まれてしまって。あの、新作さんは多分この先にいらっしゃいますけれど、どうも最近かなり荒れているとの噂もあって、私が行った方が角が立たないと考えたのですが、この様子では足手まといになるばかりのようです。新作さんのこと、あなたにお願いしてよいでしょうか。ありがとうございます。どうかお気をつけて。私は桜屋でお待ちしております。いや、今日はもう十分か。一本取られたぜ。あんた運だけってわけでもないな。あんたわざわざ俺にそれを伝えに来たのか。松陰さんが処刑されそうってんだろ。俺の耳にも入ってるよ。だがいいのか、そんなこと敵に教えちまってよ。あんた幕府の手先なんだろ。さて、嘘か真か、悪いが人の心は読めなくてな。だがもうどっちでもいい。あんたは切るには惜しいやつだ。今後は付きまとってやるから覚悟しろよ。さて、カスラさんたちは大方桜屋だろう。あんたも来い。つけで一杯ぐらいはおごってやるよ。よう新作を連れてきてくれたの。おまんに頼んでよかったぜよ。主人もさっき着いたところです。これで兄のことも。カスラさんももう少ししたら戻られるはずです。兄の状況を確かめるため手を尽くしてくださって。戻ってきたら松陰さんをどう助けるか話し合うぜよ。おまんの知恵にも期待しとるきに。よろしく頼むぜよ。松陰君の処刑が近い。いくつかの筋から得た話だ。間違いないだろう。どうしたものか皆の考えを聞きたい。牢屋敷は堅牢だが、中の人間はどうかな。高杉君、何が言いたい。真面目な牢屋人ばかりじゃないってことさ。
携帯を使えば抱き止めそうな奴くらい簡単に見つけられる。新作、松陰先生の身を一番に考えないか。そんな回りくどいことをしていては間に合わん。だったらどうする。コッパ役人など恐るるに足らずだ。堂々正面から切り込もう。さすが一番でした。冴えてる。押さないか。そうだ坂本君、何かないかね。そうじゃ、あん近くに日の宮倉があったじゃろ。あっこの上からシャーッと入るのはどうじゃ。シャーッととはどのような。なんじゃ、シャーッとかわからんか。ほいたらピューッとならどうじゃ。ビャーッとでもいい。君はどう思う。お亀八目と言うじゃないか。ぜひ意見を聞かせてくれないかね。さすが、おまんにはわしの策が伝わると思うちょった。シャーッとやるとこはおまんに任せるき。よし、君の言う通りにやってみようじゃないか。私は腹をくくったよ。皆もいいね。勢いでああは言ってみたが、やれそうかのう。シャーッと。おお、頼りになるのう。ホッとしたぜよ。いや、最初から分かっちょった。おまんとわしの仲じゃ、以心伝心というやつぜよ。よし、やると決めたらなんとやらじゃ。早速、日の宮倉に行ってくれ。日の宮倉のはしごは壊れちまったんだ。すぐに直さねえと。ちょっと手伝ってくれないか。材料が足りねえ。木材を取ってきてくれるかい。ごめんなさい、兄のことが心配でここへ来てしまいました。まだ牢屋敷に人の出入りはありません。兄はまだあそこに囚われているでしょう。何やらシャーッと入るということでしたが、私にはさっぱり。そのシャーッとの準備は整いましたでしょうか。よかった、いよいよですね。どうかご無事で。私の主人日下玄瑞は何か申しておりましたか。あの人は時がなくなれば一人で突っ込んでいきかねません。刑が執行される前に救い出さないと手遅れになってしまいます。どうか兄のことを頼みます。誰か役人とは違うようだが、坂本君もいるのか。危険を冒して来てくれたのは感謝するが、帰ってくれ。なんと、文が来ておるのか。だが、ここから出るわけにはいかない。私は道に背く過ちは犯していない。逃げれば私がしたことは過ちであると認めることになる。松陰さん、日本は変わるぜよ。わしは日本の新しい形を示せるんはあんただけじゃと思うちょるんじゃ。いいかね坂本君、それをつかみ取るのはこの国をこれから作り上げる君たちだ。良心に従い天地に恥じぬ道を進みたまえ。君たちなら必ず見出せる。私はそう思うのだよ。草の根の民が立ち上がってこそこの国は真に変わる。誰もがこの国のあるべき形を考え、そして変えられるのだ。私が正道を貫いて死ねば人々の心にそう訴えられるだろう。それが私の最後の役目だ。一つ頼まれてくれんか。
この書をフミに届けてほしいのだ。かたじけない。よろしく頼む。君とはゆっくり話をしたかったな。兄は牢を出なかったのですね。犠牲になる覚悟を決めているのは薄々感づいていました。なんと兄らしい。これは兄の魂の言葉なのですね。早く桂さんに届けないと。きっと多くの人に伝わり心を動かすでしょう。そうだ、兄の着物の替えを持ってきていたのです。せめてものお礼です。お持ちください。よし、一旦ここで別れよう。私たちは牢屋敷からの追手を撹乱する。桜屋で落ち合おう。文を頼んだぞ。遅かったの。何があったんじゃ。クソ、幕府の連中め、お前がついていながら何をしていたのだ。目立たぬよう小勢に分かれたのが裏目に出たか。あんたは生かされた。殺そうと思えば殺せたはずだ。奴ら何か言ってなかったか。邪魔をすればフミさんの命はないというわけか。青鬼とはよく言ったもんだ。松陰先生は江戸の処刑場へ送られたと聞く。おそらくフミも江戸だろう。このままぐずぐずしておれん。我らも江戸へ出立するとしよう。おまんはどうする。一緒に江戸へ来てほしいが、どうじゃ。よし、向かうぜよ。待て。狂いた。
小国一先生見ちょったか。最後まであん人はあん人じゃったの。そうじゃの、あん人は覚悟の上じゃった。気落ちしよる暇はないぜよ。桂さんも新作も玄瑞も、いや多くのもんが松陰さんから何かを受け取ったじゃろ。松陰さんはの、死ぬことでわしらに何かを託したんじゃ。それが何かまだはっきりは言えんが、わしもわしなりに新しい日本とは何か探ってみるつもりじゃの。とりあえず桂さんたちのところへ行ってみんかい。今は西方寺いう寺の廃堂に落ち着いちょるそうじゃ。その顔つきじゃと、フミさんの行方はつかめとらんようじゃの。失礼します。タコさん。あ、フミ無事だったか。タコさんが助けてくれました。これで俺たちを抑えていた枷はなくなった。しかしどうしてあんたが。聞きたいことは終わりでしょうが、今はご容赦を。それより急ぎ皆様にお伝えしたいことがございます。間もなく薩摩の方々が幕府に蜂起いたします。蜂起に加わり幕府の勢いをそげば、この大獄を止めることができましょう。そうじゃのう。この話に乗らん手はない。薩摩といえば長州と並ぶ夕飯じゃ。渡りに船じゃろう。薩摩の殿は有名な西洋かぶれだ。信用などできん。渡りに船どころか五越同州ではないのか。草加君、私はね、君に決めてほしいと思っている。松陰君の志を継ぐのは一番弟子の君だ。私はその決断に従う。力の限り援助すると誓うよ。諸君、狂いたまえ。先生、心の声に従い信じた道を進みます。薩摩に加勢する日の本の行く末を正すため、勝意を捨てて大道に着く時だ。皆どうか力添えよ。ああ、後ほど吉原においでくださいませ。あなただけに話したいことが。お待ちしておりました。あなたには私の誠をお話ししましょう。お話しする前に一つお願いしたいことがございます。聞いてくださいますか。聞いていただけるのですね。助かります。私は先に部屋に戻っておりますので、後ほどおいでください。お待ちしています。近頃病にかかった芸者が次々と姿を消しているのです。不審に思い調べたところ、
今ある部屋で治療を受けている芸者がいると耳に挟みました。本当に医者に診てもらっているならば喜ばしいことですが、これまでそのようなことは、しかもこのことについて周りには伏せられている様子、それもまた気味が悪く感じます。私の代わりに芸者の様子を調べてきてくださいませんか。私は引き続き他の方に話を聞いてみますので。ありがとうございます。この店の客を装えば怪しまれずに部屋に近づけましょう。それではお願いいたしますね。どうやってここまで来たんだい。今は治療中だよ。邪魔しないでくれ。芸者は大事な商売道具だが、客を取れなくなっちまえばただのごくつぶし。養ってやる余裕なんざないんだよ。見られた以上は仕方ない。ここで始末させてもらうよ。どうして助けたのですか。病にかかった人間なんて放っておいてください。全身が痛くて、綺麗だった肌だってもう働けなければ、吉原にいることすら許されない。私はここから消えるしかないの。でも他に行くあてもない。どうせすぐにまた見つかって、口封じのために。医者？そんなの芸者の私には。時代か。そこに私がいても許されるのかしら。もし許されるのならばどうせ残り少ない人生だもの、あなたを信じてみるのもいいかもしれないわ。彼女の様子を見てきてくれたのですね。いかがでしたか。そうですか。病状が良くなっているのであれば安心ですね。ところで私も方々に探りを入れて、今回の一件の全容が分かってきました。どうやら今まで姿を消した芸者たちは、地下壕で息の根を絶たれた後、西方寺に葬られていたようです。事件はもう終わったと彼女たちに報告せねばなりませんね。そうすることで少しは救われると信じて。これで彼女たちが少しでも安らかに眠れると良いのですが、今回の件、幕府の者が秘密裏に遊郭の病人を始末しているのだという噂も流布されていたようです。流行り病に対処できない幕府への当てつけだとは思いますが、この現状をどうにかしてほしくもあったのでしょう。ええ、日向では暮らせぬ者が少しでも自分の思い通りに生きられる、そんな日が来るように。主犯の者は吉原の総名主様に事情を話して引き渡しました。とはいえ吉原も人手不足、おそらくこれまで通り働き続けるでしょう。悪人は裁かれず、私たちは縛られて生きるほかない。ままならぬ世の中ですね。そう、私自身にできることは限られている。きっとここに眠る多くの者も私と同じ思いを抱えていたでしょう。もっとこの身が自由であれば。出会った頃、あなたは自由に生きているのだろうと思っていたわ。でも本当は
古い因縁を抱えていた。お互いに窮屈な事情を隠して生きている。立場は違えど案外似た者同士だったのですね。あの頃宮崎遊郭の写真撮影を頼みましたね。あれから私たちの距離もずっと縮まった気がするわ。遊郭では私の仕事に付き合わせただけでしたけれど、写真機の本来の使い方は思い出を残すことだそうですのよ。今日のことも写真として残しませんか。二人で過ごしたこの時を決して忘れないように。では本題をお話ししましょう。私がなぜイー様を裏切ったのか不思議にお思いでしょうね。確かにあの方とは国元からの付き合い、大事な方です。このかんざしもイー様からいただいたものですが、もうあの頃とは違います。何もかも変わってしまった。私もあの方もイー様は赤鬼になってしまわれた。そして本当はそのことにずっと苦しんでおられます。私も先般の大獄を目にして目が覚めました。あの方をお止めしなければと。私以外の誰にそれができましょう。きっとこの時のために私はイー様のおそばにいたのです。私は命を懸けてフミ様を逃がしました。それは間違っていなかった。きっときっと。でも今になって恐ろしくなってきました。これからもっとひどいことが起こる、そんな気がするのです。これから私はどうすればよいのでしょう。そうですね、この際頼りにするほかないでしょう。もう大丈夫、気弱なところをお見せいたしましたわね。あなたも薩摩の蜂起に加わられるのでしょう。幕府の目に留まらない裏道を知っております。ご案内しますが、私がお役に立てるのはもうそのくらいですから、準備ができたらお声掛けください。